ミカ、ミコ、月刊戦車道編集部から手紙が来てるよ。あー、なになに？なんか戦車道のイベントをやるんだって。学生のチームで勝ち抜き戦、私たちも参加しないかってお手紙。へー、ちょっと面白そう。イベント、それは人生にとって大切なことかな。何もないよりあった方が楽しいだろ。5戦勝ち抜いたら優勝で、優勝したらものすごい賞品がもらえるんだって。いっぱい食べ物くれるかな。私はやっぱりお布団がいいな。ところでみっこ、 IT 企業って知ってる？うんよ。 IT ってなんだ？よくわかんないけど、この IT がなんかすごいものをくれるみたいだよ。へえ、 IT っていいやつだな。暖かそうに見えて冷たい水もあるんだよ。そんなことないよミカ。戦車道のイベントをやってくれて、その上すごいものをくれるんだよ。そうだそうだ、 IT はいいやつに決まってる。なあ、行こうよミカ。ミカ、お願い。仕方ない、たまには風に向かって流れてみるのもいいかもしれないね。ありがとうミカ。すっごく楽しみだよ。今日の試合は紅茶の園の住人が相手だね。紅茶の園って何ミカ？あら、その名をよくご存知ね。セントグロリアーナ女学院で戦車道に履修している生徒たちの拠点こそが通称紅茶の園です。私たちはその紅茶の園の住人というわけですね。素敵な名前だね。紅茶の園ではみんな日がない一日ずっと紅茶を飲んでおりますのよ。ローズヒップさん、その言い方だと紅茶を飲んでる以外何もしていないみたいですよ。いいな、私たちも毎日紅茶飲んでのんびりしたい。ほら、やっぱり勘違いされちゃいました。でもどっちかというと私はコーヒーの方が好きかな。コーヒー？あ、私もコーヒー派だよ。濃いコーヒーにカレリアパイがあれば最高だね。コーヒーですか。コーヒーも良いのだけれど、やはり淑女であるからには紅茶もたしなまないと。レディーであることに紅茶は必要なのかな。もちろんよ。この試合が終わったら紅茶のたしなみ方を教えて差し上げますわ。よし、いっぱい飲むぞ。アキ、どっちがたくさん紅茶飲めるか競争しよう。私も負けずにたくさん飲みますわよ。しっかり教えて差し上げなくてはならないようですわね。特にローズヒップさんにはですね。ルールはフラッグ戦、相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。大切な全てのことが詰まってるんだよ。それでは試合を始めます。前進だ。はーい。敵フラッグ者発見。Yeah.
信だ。装填完了。人は失敗する生き物だからね。勝利は常に尊いものだよ。対長者自ら砲撃の矢面に立ち、アグレッシブに攻めてくるとはね。ミカさん、あなたもノブレス・オブリージュの精神をお持ちのようね。違う、私はただ風の流れに身を任せただけさ。謙遜しなくてもいいのよ。隊長が皆の先頭に立ち模範になること、それは責任ある者の義務。あなたはそれを知っている。違うかしら。模範になってるかな。ミカ、たまに私たちの食料を独り占めするからな。独り占め。こないだなんか拾ったレーション私たちに分けずに一人で食べちゃったんだよ。拾ったレーション。わかりますわ。手に入れた食べ物は早く口の中に入れないと他の人に食べられてしまいますもんね。これがノブレス・オブリージュですのね。ローズヒップ、少し静かになさい。どうやら私の勘違いだったようですわね。変わってるとこだよね。向こうも同じことを思っているんじゃないかな。なんで？私たち別に変わってないよ。だよな。ミカはなんか勘違いしてるんじゃないか。本日はよろしくお願いいたします。良い試合になるよう全力で奮闘します。いい試合か悪い試合か、それは風の気分によるんじゃないかな。試合内容の良し悪しを気にせず全力を尽くせということですね。なるほど、勉強になります。風は気まぐれだからね。全力を尽くせばいいってもんじゃないかもしれない。はっ、では風の人にご満足いただけるよう誠心誠意全力で参ります。ミカと普通に話してるけど、やっぱ変わった学校だよな。数々のお言葉誠に痛み入ります。私、いただいた助言を様々な面から検証した結果、ここは全力で突撃させていただきます。早く突撃命令を。ほんと変わったとこだね。感じるままに生きる、そんな生き方だってあっていいんじゃないかな。突撃か、バリバリまくるぞ。ルールはフラッグ戦、相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。人生の大切な全てのことが詰まってるんだよ。それでは試合を始めます。前進は
17式行動不能。試合終了。申し訳ありません、力が及びませんでした。いや、よくやったぞ福田。確かに我々の敗北だ。しかしこれで我が千葉団の戦車道が後退したわけではない。この試合から学んだことで我々はさらなる前進を遂げるだろう。これはいわば交代的前進だ。おー、さすが西隊長、交代的前進でありますか。え、交代するの？前進してまだ戦うの？最後に前進って言ってるから。でも交代的とかだって。不思議な言葉だね。前に進むだけが前進じゃない。時には下がることだって進んでいると言える時もあるってことじゃないかな。ますます分かんなくなったよ。分かりやすいばかりが世の中じゃない。そういうことさ。継続高校の皆さん、本日はありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。人間は失敗する生き物。肝心なのはそこから何を学ぶかなんだよ。はい、ありがとうございます。継続の隊長殿はなかなか賢い方でありますな。はい、西隊長の次に尊敬できそうな方であります。おいおい、みんな勘違いするな。あの方は多分私など足元にも及ばない方だぞ。なんと、そこまでの方でありましたか。やっぱ千葉団学園って変わってるよな。そうだね、私たち普通すぎるかも。ミカ、今度ちょっと変わったことをやってみようか。2勝目だよ。もしかして私たちって強い？そうだな、今日はまだまだ勝てそうな気がする。試合に勝ったからといって強いということにはならない。そんなものなんじゃないかな。わけわかんないこと言ってないで、次も頑張ろうよ。よし、次もガンガン走るぞ。あ、アンツヨ高校だ。試合が終わった後、敵味方関係なくイタリア料理でもてなしてくれるって本当かな。本当さ。試合前もケーキ漬けにみんなでご飯食べたりするようだよ。楽しみだね。よく知ってるな、さすがミカ。やあやあ、今日はよろしく頼むよ。おお、ミカ、もう準備できてるのか。さっきまで一緒にモリモリ食べてたのにな。他のお二人も一緒にいらっしゃればよかったのに。話は読めないよ。ミカ、もしかして先にアンチオのみんなと会ってご飯食べてた？おー、抜け駆けするなんてずるいぞミカ。違うよ、風に呼ばれただけさ。もうさっさと勝って私たちもご飯をもらおう。了解了解。そう簡単に勝てると思ったら大間違いだぞ。アンツヨは弱くなんかないからな。いや、強いからな。ルールは殲滅戦。相手の車両を全て撃破したチームの勝利ね。それでは試合を始めます。前進だ。はーい。するいい感じだね。やった。装填は？装填フーフだ。装填だ。お敵車両を捕らえたよ。よし、いい感じだね。カルロベローチェ行動不能。やったね。
敵を見失ったようだ。攻撃だ。試合終了。負けてしまうとは。こちら以上にノリと勢いがあったっすね、ドゥーチェ。よし、奴らの健闘をたたえ、アンチオ流にもてなしてやるとするか。パスタを茹でろ、湯を沸かせ。あの、すみません、ドゥーチェ、もう食事の用意ができてます。何？いつもより用意が早いんじゃないか。ちゃんとこの場に合わせたメニューを組み立てたか。それが…まだかな、まだかな。待ちきれないよ。あちらのお三方がフォーク片手にお待ちになっているので、お待たせしては悪いと思い、急ピッチで食事の用意をしました。さすがっすね。相手の2手3手先に動く行動力、うちらも見習いたいとこっすね、ドゥーチェ。あったかいご飯食べるの久しぶりだね。次いつ食べられるかわからないから、めいっぱい食べよう。うちの食料全部食べ尽くされないか、だんだん不安になってきたぞ。勝ったぞ。これで3勝。ミッコの操縦絶好調だね。次もその次も勝てるかも。ほう、任せとけ。ひょっとして私たち優勝できる？いい風が吹いている時に思い切って乗ってみるのもたまにはいいかもしれないね。よくわかんないけど、次もなんとかなるなる。お久しぶりです、皆さん。今日はよろしくお願いいたします。継続高校の皆さん、大学選抜戦では助けていただきありがとうございました。昨日の友は今日の敵ってね。遠慮なく勝たせてもらうよ。それを言うなら昨日の敵は今日の友だな。継続の皆さん、あの戦いでは大活躍でしたよね。正直敵になったら一番怖い相手だと思います。うむ、敵を奇襲などで混乱に陥れ、格好撃破してくる油断できない相手だ。私たち大洗女子学園、いや、西住隊長の戦術に一番似ているチームかもしれないな。継続高校、良き友になれたはずの二人が戦うことになるとは。大友総林と島津義久の耳川の戦いだな。カエさんとブルータスだろ。そこは普通にフィンランド軍とドイツ軍でいいんじゃないかな。それだ！よし、この調子で一気に攻めさせてもらうよ。行くよ、ミッコ。あいよ。ルールはフラッグ戦、相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。人生の大切な全てのことが詰まってるんだよ。それでは試合を始めます。前進だ。
流れを捉えて。することに意味があるとは思えない。もうまたそんなこと言う。すごいです。まるでマッティ・アールニオのような見事な戦術でした。だろ、噂通り見事なドライビングテクニックだったね。トップヘビーの DT42 でよくあんな走りができるね。足回りのセッティングはどんないじり方してるんだい？あ、ちょっとちょっと、私も継続の操縦手にいろいろ聞きたい。私にも質問させてよ。すっかり人気者になっちゃったな。アキさんもすごいですよね。装填手と砲塔旋回手を両方こなすなんて。ありがとうございます。でもこれくらい誰でもできますよ。いや、絶対無理だと思う。本当に楽しい試合でした。また戦ってみたいです。もちろん、今度は親善試合でもしましょう。今度も負けないぞ。お友達といっぱいお話できてよかった。戦車道って楽しいね。だろ。やったよ、4勝目。あと一つ勝てば IT だな。うん、楽しみだね。絵に描いたお餅は食べられないけどね。何言ってんだミカは。次の試合に勝たないとお餅は食べられないってことじゃない？なるほど。じゃあ次も勝ってお餅を食べよう。美味しいお餅だといいね。ついに黒森峰との戦いだね。全国大会のリベンジだ。何度向かってこようとも返り討ちにしてあげるわ。何を？大体
あなたたちみたいな火力の低い戦車ばかりのチームが私たちに勝てるわけないじゃない。戦車道は火力が高ければいいとは限らないんじゃないかな。そうだな。相手を攪乱し戦力を分断できる機動力も必要だ。あ、はい。イエーイ、怒られた。うるさいわね。この間負けたのだって私たちの苦手な試合会場だったから力を発揮できなかっただけだよ。確か全国大会で戦ったのは砂漠ステージでしたね。森屋関連地だったら私たちが絶対勝ってたもんね。どんな局面でも柔軟に対応する力も戦車道には必要。戦場で勝敗が左右されるのはまだ未熟ということだ。あ、はい、すみません。もう敵に説得されちゃダメでしょ。戦場次第で勝敗が決まるかどうか試してみようじゃないか。ルールは特別なものとなっているから注意してね。それでは試合を始めます。全身が敵車両発見。あまり効いてないようです。装填完了。装填完了。え、装填が
どうやらうちに勝利の風が吹いたようだね。やったね、ミカ。よっしゃ、リベンジ果たしたぞ。継続の戦車道しかと見せてもらった。おかしいわ、なんで負けたのかしら。継続の戦車に何か秘密があるのかもしれませんね。継続の車両はエンジンや砲が改造されて従来のステップ以上の性能が出てると聞いたことだよ。一体どんな改造をしたんでしょうね、エリカさん。これは調査する必要があるかもしれないわね。知りたいかい？え？教えてくれるの？秘密を知りたいようなら、うちの BT42 と君たちの TIGER2 を交換してあげても構わない。そうだね、そうしたら私たちの戦車の秘密をじっくりと調べられるんじゃないかな。本当なの？隊長、継続の車両の秘密を暴くチャンスです。落ち着け、エリカ。継続高校は彼女らの運転技術でしか扱えないような改造を施した戦車を使っているのではないか。確かに。そのような戦車と交換しても黒森峰の戦術と合うとは思えない。なるほど、隊長の言う通りですね。すみません、先走ってしまいました。ああ、もう少しで黒森峰の戦車がもらえたのに。大丈夫、交換が無理なら借りればいいだけのことさ。ほら、パンターがそこに。やった、パンター取ったぞ。何しれっとうちの戦車持ち帰ろうとしてるのよ。商品を受け取ってきたよ。おー、ミカ、どんなの？早く見せて。なんだそれ、ただの紙切れじゃん。なんか書いてあるよ。優勝したチームには弊社が運営するオンラインゲームのエクセレントウルトラスーパーマーベラスレアカード全100種コンプリートセットを送ります。抽選で出る確率は 0.0000001%。 通常の方法ではまず集めることができないカードです。以下に記したアカウントでログインすればそのすべてが手に入ります。だってオンラインゲームって何？ミカ知ってる？さあ。ログインって何？さあ。ミコ、これいる？うにゃ、いらない。だよね。じゃあ私これ返してくる。はいよー。それより IT からなんか代わりのものもらってきてよ。了解。返してきたよ。IT、なんか代わりのものくれた？代わりのものはなかったけど、その代わりお茶菓子をいっぱいもらってきたよ。ほほー、でかした、アキ。どうせ消えてなくなる幻なら楽しめるものがいいね。よくわかんないけど、これでしばらく食べるものには困らないな。あ、そうだ、ミカ、私たちに内緒でこれ勝手に食べちゃダメだからね。わかった。でも風の行き先は誰にもわからないんじゃないかな。よし、じゃあ帰るか。ああ。よかったね、ミカ。サンダースの皆さんが試合前にお食事に招待してくれて、おかげでお腹いっぱいで試合ができる。
あんたたちの胃袋どうなってるのよ。ポテト一本残らなかったわ。試合後も招待してくれるのかな。まだうちで食べる気？オッケーオッケー、ノープロブレム。楽しくやるのが戦車道よ。それはそれとして、相手の継続高校は一癖ある相手よ。なかなか侮れない子たちね。一癖あるのは十分わかりました。ナオミ、アリサ、気を引き締めていこうよ。イエスマン。ルールはフラッグ戦、相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。人生の大切な全てのことが詰まってるんだよ。それでは試合を始めます。前進だ。はい。敵はどこにいるんだろうね。敵フラッグ車発見。5ミリ、行動不能。試合終了。噂通りの強さね。エキサイティングな試合だったわ。ありがとうございます。なあ、ご飯は？厚かましいわね。もちろん OK よ。ハングリーガールたちに食事の用意をしてあげて。どうやってそこまで強くなれるのか、食事しながら聞かせてほしいな。はい。それにしてもサンダースのご飯は普通だけど、デザートは甘くてびっくりだよ。え、さっきデザートあったの？私食べてない。おかしいよ、みんなの人数分あったはずだけど。ミカは知らない？もしかしてミッコの分まで。プライドトゥインキーが語りかけてくるんだ。揚げたてのうちに私を食べてって。プライドトゥインキー、なんでこんな連中に負けたのかしら、私たちは。いよいよプラウダ高校との試合だね。うーん、楽しみ。アキはなんでそんなに楽しそうなんだ。そんなの決まってるじゃない。プラウダ高校の人は優しいから、今度も何かもらえるかもしれないでしょ。風の方向は常に決まる。こちらにいつもいい風が吹くとは限らないよ、アキ。何言ってるの、ミカ。気まぐれってことはいい風かもしれないじゃない。いい風だったらたくさん戦車をもらえるかもしれないね。だな。今度は T34 とかくれるかな。一回操縦してみたいんだよね。戦車道にたくさんの戦車は
本当に必要なのかな。必要なの！待ちなさいよ。あ、カチューシャさん。カチューシャさんじゃないわよ。あんたたち、さっきから何勝手なことばかり言ってるのよ。ミカさん、我が校とそちらの間にいろいろあるようですが、それはそれとして今日はよろしくお願いします。Я с нетерпением ждала битву со школой Кейзоку. Прошу любить и жаловать. 今日の試合はいい風が吹きそうだね。こちらこそよろしくお願いするよ。そこの二人、言っとくけど、うちの戦車は渡さないからね。なんで？ケチだな。カチューシャはケチじゃないわよ。大体、なんであんたたちに戦車をあげなきゃなんないのよ。最後のジャガイモは昨日みんなで食べたじゃない。カチューシャさん、あー、もうそんな目でカチューシャを見ないでよ。あんたたちが勝ったらご飯くらい食べさせてあげるから。本当か？お腹が空いて負けたなんて言い訳、カチューシャは認めないんだからね。ありがとうカチューシャさん。あんたも食べるの？まあいいわ、カチューシャが相手をしてあげるからかかってきなさい。空腹は時に大きなものを生み出す。楽しい風が吹きそうだね。よっしゃー、やるぞー。ルールは特別なものとなっているから注意してね。それでは試合を始めます。はーい。あー、全身が、はーい、まさに飢えた狼でしたね。ここまで圧倒されるとは思いませんでした。人が本当に必要を迫られた時、思わぬ力を発揮するものさ。カチューシャさん、カチューシャ隊長、とやすべ。分かってるわよ。みんな、ご飯の支度をするわよ。準備ができました。いただきます。この人たちすごい勢いで食うな。
申し訳ありません、カチューシャ。カチューシャや我々の分の材料もなくなってしまいました。え、カチューシャのご飯ないの？カチューシャさん、これ半分こしよう。みんなで食べた方が美味しいよ。わかったわよ。しょうがないから食べてあげるわ。いい？次はカチューシャが絶対勝つんだからね。次はカチューシャがあんたたちのご飯を食べてやるんだから。先日の試合ではあなたたちに活躍を許してしまったようだけど、今回はそうはいかないわ。望むところだよ。よろしくね。しかしあっちは強そうな選手ばっかでいいな。一両くらい私たちにくれたりしないかな。私たちが勝ったら一両くらいプレゼントしてくれるかもしれないね。やったー、ミカ絶対に勝とうね。おい、勝っても戦車はやらないぞ。ルミ、あなたの母校いつもあんな感じなの？まあ、あいつら多少変わってるけど大体あんな感じだな。ミカ、お腹が空いて力が入らないよ。もしかしたら大学選抜チームのピットにレーションが落ちてるかもしれないよ。了解、ちょっと持ってくる。ミコ、ついでに私の分もお願い。ルミ、うちは代々倹約家だからな。そういう問題なの？風に乗って聞こえてくるのさ、レーションの私を食べてっていうささやきが。すごい、継続の隊長はレーションの声が聞こえるんだ。本気にしちゃダメです隊長。これ以上あの子たちと会話してると私たちの方が間違っている気がしてくるわね。そうならないうちに早く試合を始めましょう。ご飯食べてからにしようよ。ダメです。ルールは特別なものとなっているから注意してね。それでは試合を始めます。ことが詰まっても敵車両を助ける。
さあ試合終了。本当に強いわねこの子たち。ありがとうございます。大学選抜チームの皆さん、私たちもいい経験をさせてもらった。レーションありがとう。いつの間に取ってきたんだ。っていうかもう食べてるわよ。大学選抜チームの隊長だもん。さすがに強かったな。ほんと私たちの高校に来てほしいくらいだよね。でも大学生か。大学から高校へ行ってはいけないなんて決まりはないさ。そういえば大洗女子に体験入学してたって聞いたよ。ということは継続高校に来てもらえるってことか。そうだね。気をつけて隊長が露覚されるわ。レーションや戦車はともかく隊長を渡すわけにはいかないよ。レーションも戦車もダメでしょ。みんな行くわよ。バニューダアタック。